ってきたがね、やばいね。今日はすごいよ、もう頭使い果たした。ちょっと前髪もあのオイリーですけど。ただいま、ありがとう。よいしょ、スキピありがとう。カリタン一番だよ。ネコップブルームーンさん、大将さんありがとう。いいなぁ、ウマ娘見に行きたいなぁ。舞台挨拶やってたの、しかも。そうなんだ。大子さん、新一テストさんありがとう。あれあの愛媛まだ届かんか、会員証。そうか、ちょっと待っててね。みんな届いてくれた？あの今回はね、1年以上会員になってくれた方のみになるんやけど、届いてくれましたか、会員証。虹色さんただいま、ブラッチダーシャハさん、三浦さん、ワンダーさん、かんちゃん、のりありがとう。ばん、チュンチュンさんありがとう。あれ、まだこれある。唇、なおさん、あさみさん、宮内さん、まみちゃんありがとう。ポップマスターさん、たーくん、かずのりさん、きんきんさんありがとう。しんいちありがとう。あさみさんも、ちゅんちゅんさんありがとう。あ、めっちゃたくさんありがとう。しょうまさん、よろさん、すいかさん、ドナルトさん、テストさんありがとう。しんいちさんありがとう。あまとうさんありがとう。たまごサンドさんありがとう。うわー、いいなー、絶対感動するよね、ウマ娘。そのことなのよ。あ、すごい、たくさんありがとう。リップもらったよ。誰誰ありがとうございます。ワンダーさん、リップありがとう。なんて書いてんの、キスミーって書いてたのかな今。ピルクル、キュンです、ありがとう。すごいわね、これチュッチュチュッチュなってるね。ちょっと思考がね、あのちょっとゆっくりになっておりまして、あの通常よりもさらにちょっとゆっくり話しているかもしれないんですけど、すみませぬ。ピルクルありがとう。海ほたるさんお疲れありがとう。え、マナさん1500回ありがとうございます、嬉しい。ファントムさん、おしょうさんありがとう。おさぴーさんかわいいありがとう。ひろゆきさん、漢字のあおさんありがとう。 HM さんありがとう。王様さんありがとう。あきやん、やっくんありがとう。こしさんかわいいありがとう。犬猫さんいらっしゃい。きらぶんたさんありがとう。リップリップ、大将さんお風呂ありがとう。明日初、あ、スペースメイクしたかったけど、あれ、そうなの、そうなのかい、お会いできぬのか。ビーバーさんの曲、ビーバーさん。誰かにとってたかがそれくらいのありふれた喜びを。ありがとう。おしげさん、みやびさんありがとう。あめぐまさん、あい、ラブレターありがとう。のぶーさんいらっしゃい。しんいちふるありがとう。おーおー、たけのこ族のたけのこ踊り期待してます。なに、たけのこ族のたけのこ踊りって、これのこと、これのやつ。神岡んでさんありがとう。リップ、まみちゃんも
ありがとう。コロボーおたこーありがとう。おたこー、にじようさんお疲れ、ありがとう。アンチヒロさんありがとう。ジェジェさんありがとう。まゆまゆさんいらっしゃい。ケイシー野球部さんこんばんは。クラッシャーさん、アイラブレター、ありがとう。会社届いた108番だった。だって、あ、そうそう、ナンバーも書かしてもらっとって。あ、そうそう、あの今回会員証はね、あの名前と、ま、ナンバーは私が書かせてもらってるのでね、多分間違えてないと思うけど、みんなの名前全部さ一発書きで、一応間違えてもね、あの予備はあったんやけど、間違えずにね全員分、あ、何百枚やったっけ、結構あったんやけど書かしてもらいました。届いた届いた。じゃん玉たこ負け、お、山本さんはじゃん玉してるのか。ファイトクラブにもおいでよ。さとしさん、はい、ちょっと着替えちゃった、もう服、さっきまで衣装着てたんだけどね、ちょっと帰ってきて一旦着替えた。海ほたるさん、クラッシャーさん、ありがとう。会員証感動した、え、嬉しい。なんかあの入れ物すごかったね、あのだっけ、タケノコのなんかすごい招待状みたいな入れ物じゃなかった。はやてさんありがとう。おしげさん、ローマ字のユッキーさん、ありがとう。リップ、がっくんさん、サイさんいらっしゃい。もひろさん、たかちゃんありがとうございます。ロッピーさんありがとう。風邪がまだ治りません、お大事に。会社来てなかった、あら、ロッピーさんとこはどこだ。たかちゃん、はるかさん、みけねこさん、きらぶんたさん、ハイドさんありがとう。川崎さん、バラありがとう。しんち届いとらんか、まだもうちょっとかな。のぶしゃん、乾杯、紅茶ありがとう。そうだよ、しんいちさん手書きです、名前とナンバーは。やっくんも届いたか、ほんとよかった。おさぴーさんも届いたか、よかったよかった。たかほしハートさん、カペさんいらっしゃい。むらぴーさんありがとう。のびしゃんフルありがとう、お疲れ様。にじいろさん、おおー、よかったよかった、届いたか、よかったです。ローマジマサさんいらっしゃい。なのあさん、ただいま。大将さんいってらっしゃい、また明日ね。中国麻雀やった、え、いいな、ちょっと気になってるんだよね、犬猫さん。中国麻雀めっちゃ牌大きいやつでしょ、こんぐらいのやつ、こうやってこう、なんかもう持ち方から全然違うやつやろ。気になる。とろけるさん、キラ100ありがとう。スエさん、フルありがとう。深夜場で星集め、他ルーム行くと目立ちすぎる。いいじゃんいいじゃん、ありがとう、スエさん。ユッキーさん、ひらがなの、プルターさんありがとう。ドナルドさん、あ、届いた100キラと、よかったよかった。そういえばね、あのお知らせ、おとといかな、おととい来てたわ、お肉と電動頭皮ブラシについて。来てくれてました。だからね、ちょっと申請したら届きそう、カタログとか、そのバリブラシ、バリブラシじゃなくて、なんだ、電気ブラシ。そうなのよ、嬉しい。ちょっとまたカタログ届いたら、ちょっとここで紹介するね、どれにするかみたいな、配信しようかな。ブレイブさん、キヨさんいらっしゃい。ヨウちゃんありがとう。画伯は昨日のアバターデビュー配信、わ、どうだろう、あの、あれから連絡取ってないけど、多分絶対見てたと思う。見てたよ、多分。
画伯はね結構お仕事遅いですからね、もしかしたら途中ぐらいから見てたからかも。のぶーさん、アイラブレタありがとう。よこちゃんちゃんいらっしゃい。ひふみまるさんありがとう。 AKA さんラブレターじゃありがとう。あれさとしさん届いてなかったか、今日はまだ。そうかそうか。とろけるさん、あたしだよ名前。底辺さんいらっしゃい。お、しんいち目はだいぶ良くなりました。よかったね、早めのケアが良かったって。あ、なんかあの目薬とかしてたのかな。良くなってきて良かった。お、ブラッチありがとう。届いたかカード。確かにね、カードこれ使用できるとき欲しいよね、確かに。お、ポンさんも届いたようだわ、ありがとう。ピルクルキュンです。ハラポニョちゃんいらっしゃい。うわ、ポブマスターさん後編じゃん。でででで、いいなぁ、見てくるんだ。めっちゃいいとこで終わってたもんな、前哨。リュウマさんかな、リュウマさん今日もありがとうです。あ、ゴンちゃんありがとうです。リップ、エルモさん、グッチ、オーガッチさんありがとう。 HK さんありがとう。チュユキさん結婚してありがとう。ひなぼ今日はキス釣りに行って、小指ほどのしか釣れなかったけど海は気持ちいい。いいな釣り、私も釣りしたいね。天気良かった今日。いなっちさん、つとむんさん、くまたかさん、おしるこさん、おだっちさんありがとう。さいさんありがとう。リップ AK さんありがとう。終わりました、2日間の対局が。大文字のりゅうさんいらっしゃい。わたしんさんありがとう。なのはさんラブレターありがとう。あ、にじろさん、それよ、私さにじろさんと同卓したのかと思ったんだけど、なんかリプというかつぶやいてくれてたじゃん。あれと思ったらさ CPU 回と思って、すごいね、ちょうど私がさやってる時でも CPU って活動してるんだね。おだっちさん結婚してありがとう。グッチありがとう。リップユッキーさんラブレターありがとう。マミちゃんフルーありがとうございます。お、人生は紙飛行機、願い乗せて飛んでゆくよ。はい、えのさんさんいらっしゃい。あ、ほんとやね、テロップ忘れてた。あれ今日、あ、今日12時までか。トギありがとう。今日の勝負飯は何だった。え、今日何食べたっけな。なんかさやっぱ緊張とかさ、対局前とかそういうの時ってさ本当に一日中お腹空かなくてさ、なんか食べなきゃって思うんだけど、なんか一気に終わった後めちゃくちゃお腹空くのよね。だからね、終わった後にアフター勝負飯みたいなの食べてるいつも。今日はねお弁当がすごい、昨日も今日もだけどめっちゃ豪華で、今日なんか焼肉弁当みたいなの出てた。終わった後食べました、さっき食べた。配信前のロンロンで1曲で2度え臨車え2度すごいね、2回すごい。山藤さん、何何、おおくまくれたな、ありがとう。ジョ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 ン、テストさん、お乾杯くま、ありがとう。今日はさ、なんか一旦ね、その
お仕事が一段落ついて、明日はねめちゃめちゃ早起きってわけじゃないのよね。ということで今日はパーッと飲もうと思って久しぶりにこれを飲みたくて買って帰りました。じゃじゃん、パーッといえばコーラ、コーラ買ってきたんだけど、私普段さ本当にコーラ飲まないのよ。でもさめちゃくちゃ飲みたくてさ、今日輝いて見えたコンビニで。お酒はね飲まないね、お酒は。ビールね、ビールはね味は好きなんだよね、めっちゃ。あのパンみたいな、お米みたいな味するからけどね。コーラ、なんか誰かいるな、これオリジナルテイスト、これなんだ、これ誰だ、これよし、ちょっとこれ飲みたくてさ買って帰ってきたのよ。お供でもあんまりコーラだけ飲んだことないかも、もしかしたら。きなコップ、いやめっちゃ美味しそうなんだけど、え、すごい、あ、ちょっとドス黒い、ドス黒きな粉になっちゃったね。それではわーいわーい、寝るぞー。今日も一日お疲れ様でした。乾杯乾杯。え、おいしい、え、おいしい、甘いねコーラって。なんか想像以上に甘かったの、久しぶりなんだけど飲んだの。おいしいな。コーラのお酒とかもよくあるよね、コークハイとか人気だよね。レモンサワーで乾杯。大人、サワーですか、乾杯。ねえ、糖分欲しがってたのかな。でも割とこう糖分を摂取しながらね頑張ってたんだけど、おっきいラムネ買っていってたので。今日、お、アキスって書いてたのかなこれ。ありがとうシムさん、ありがとうございます。キュポンキュポン、全然音鳴らん。え、リラックマ今日で1000回なんですか。ありがとう、1000回すごいね、ありがとうございます、すごい。お、ありがとう、ラブレターたくさん。コロポー、明日は松山も東京も晴れ、よし、ありがとう、やっと晴れてくれるのか明日。ホームマスターさん、今日暑かった、日中暑かったね今日、わかる。でも天気も良かったね今日。おパパありがとう、チュー。ヤスケさんありがとう、待っててくれたの、配信ありがとうございます、嬉しい。なんだって、新アバターがですね、怖くてって怖くてつけられんのですか。コンドルさんありがとう、チーユ、マササーティワンさんいらっしゃい、アントワーヌさんありがとうね。でも今日はゆっくり寝れそうなので大丈夫さ。そう、ノリ、そして明日は楽しみに待っておりました、あのスペースメイクがありますので、あのトーク会楽しみです。覚えててねみんな、予約してくださった方は。ヤースケさんありがとう、リップ、嬉しい、虹色さん美しい日じゃん。
嬉しいと感じた瞬間に思い浮かんだのはいつもひなほちゃんでした。もう歌詞がめちゃくちゃいいよね、本当にスーパービーバーさんって。しかもさ、歌詞がね、ビーバーさんは日本語なのよ。多分ほぼ全部日本語の歌詞なんですよ。それがまたさ、めっちゃストレートでこう聞きやすいというか、めっちゃこう刺さるんだよ。本当に日本語だよ。へにょへにょさん、ありがとう。パブマスターさん、お疲れ様。会議だったの今日。待って、私の前髪もこう終わっとるね、これ。ちょっと終わっておりますけど、前髪が。なんでちょっと朝からねやってたので、今日は、あ、ちょっと、あ、そうそう、今日はさ、この見て、この新しい部屋を、最初ちょっとリボンついてたんだけど、もう取れちゃった。これさ、あの名前があるんだけど、これカチモリって言うんだって。カチモリヘア、韓国で流行ってるらしい。前に一回ね、あのネット M リーグさん出させてもらった時にメイクさんがしてくれたやつで、これいいなと思って今日のメイクさんにもお願いしてやってもらったんですよ。どう？なんでカチモリっていう名前なんだろう。え、今タケノコ族のタケノコ踊りってのが TikTok で流行ってるんですか。え、私たちの時代来たじゃんそれ。しんいち、むねたかさん、アイラブレタ、ありがとう。せいさん、いらっしゃい。ヴァンパイアお兄さん、ありがとう。ラブレタ、みひろさん、あんあつさん、いらっしゃい。ゆっきーさん、フルー、ありがとう。アボ娘見てきた？感動するシーンあり、レースシーン、うわー、みんなめっちゃ見に行ってるやん。うわー、めっちゃ見に行きたい。ドナルドさん、書きました。届いた。会員証は大事すぎて台紙から剥がせない。あ、くっついてる、もしかして。私書いてるやつ見える？そうなんですか、おきいさん。そうなんですよ、お久しぶりですよね。最近来られとらんなって思ってたんですよ。来週1週間入院することになったんだって。え、どこか具合が悪いのかな、心配なんだが。お大事にです。ありがとう、お久しぶりに。ひらさん、虹色さん、アイラブレタ、ありがとう。コシさん、フル、ありがとう。あー、今日届かんかったか。明日かな、多分ね。もう送信はしてると思うから近日中だと思います。シムさん、バンジャハオ、ありがとう。ゴンちゃんに、ジャンさんを、かおりさんルームより、ありがとうございます。届いた、よかった。会社届いた、書いたわ、ジャンさんの名前。スペル合ってた、よかったよかった、パパスターさん。いや、確かにスペル間違ってたらダサいね。私、ローマ字ユータさん、こんばんは。野菜炒めさん、ありがとう。体調は壊してないよ、元気です。ちょっとね、やっぱ時間なくてもさ、お風呂に浸かるっていうのめちゃくちゃ大事だと思った。いろんなことで大事、まあ、むくみとかもそうやし、あと肩とかさ、どっかが凝ってる時とかめちゃくちゃね楽になるよね、やっぱお風呂。あとなんか自律神経とかも良くなるとかって言うじゃん。本当にさ、あの忙しくてさ、湯船疲れないっていう時でもちょっとでもね使ったらいいと思うで、みんな。まーちゃん、ありがとう。ラブレタ、ローマ字のゆたさん、ありがとう。ちゆ、書き間違いの方がレア。いや、ちょっと万が一にもあるかもしれないわ、書き間違い。みひろさん、届いた、よかった。おしゃんな封筒だったね、ゆっきーさん。みっちーさん、いらっしゃい。
やめたんかいなのさんセーラームーン前ね、そうやセーラームーンの話してたんだよね。あ、そうそう、ロッピーさんあれすごいよね、タケノコマークついてたね、入れ物に。まー、あ、ちゃんありがとう、アイラブレタ。サクサクさんお疲れ様、激辛さんいらっしゃい。まー、あ、ちゃんフォローありがとうございます。めでためでたの若松様よ。はい、民謡だと思い出したけど、なんか母からさ急にあの動画と写真がいっぱい送られてきて、なんか夜遅くになんじゃと思ってさ LINE 見に行ったら、私がさ中学生とか小学生とか中学生とかの動画を送ってきてくれてて、え、まずさ私が中学生の時のなんで iPhone にあるんだろうとかと思いながら、その動画がどうやって現像をしたんだろうなと思いながら、めっちゃ前の動画送ってくれてたの。内容はねなんかすごいね覚えてんだけど、民謡のなんか発表会とか大会とかの動画、中学生とか高校生の時とかの動画と、あとなんか結婚式のね披露宴で民謡を歌ったことがあって、中学生の時にそれの動画が出てきてね、ちょっと怖くて見てない、それは怖くて見てないんですよ。そうなのよ、あの時何歌、あ、そうそうあれだ、あの秋田長持ち歌歌ったんだあの時。そうなんよねとかね、いろいろ送られてきて、みんなにもねこうやって見せれるやつがあったらいいんだけど、 X に載せるのはちょっとはずいからさ、このショールームとかでみんなにこう見せれたらいいなとかって思ってたけど、多分ねあのラジオ配信とかだと画像しか見せれないじゃん。こうやってパソコンのねこうやってこうどうぞってやりながらやったら見せれるかもしれんけど結婚式の歌ぜひ、そうそう、あの秋田長持ち歌はね結婚式とかあのお祝いの時にね歌う曲だから、それな誰に言われたんだかな、なんかねもう歌うことになってたのよ、プログラムみたいなで私はさ多分親戚なんやけど初めてお会いするレベルの親戚やったよ、多分1回か2回くらいしか会ってない親戚の人の前で、あ、どうも初めましてなんか言いながら急に民謡歌うっていうでも誰に言われたやったかな。あ、大工さんそうなんだ、あの撮り方がわからんかったって、そのなんかリプ来とったな、撮り方わからんかった。岩太郎さんありがとう。電気ブラシの方が嬉しい、え、電気ブラシもいいが電気ブラシの方が嬉しいってどういうこと、マスターさんこれなんトンチ。ドナルドさんラブレターありがとう。君は永遠さんラブレターありがとう。ナオンさんありがとう。あ、猫プ届いてた、よかったよかった、ありがとう。このアバターを他のルームで見つけると嬉しかったです、だって嬉しい、他のルームでも来てくれてた。ヤマピーアバター変えてどうしたのって心配された、もしやなんて言われたの。ヤマピー、ひらがな斉藤さん、おひつりさん、 DRM リーダーさん、せいやさん、大文字の天月さんありがとう。猫ぷラブレターありがとう。
カード受け取ったね。3番だったんだね、リラックマ。そう、書きながら思ったんですよ。受け取ったか。黄色い魚さん、足利の羽さん、ありがとう。あ、浩平さん、ごめんね、遅くなって。ありがとうございます、来てくれて。あ、それ前もくれてたかも。のりふる、ありがとう。ひなおしゃく、え、リラックマにね、今日1000回だよね、ありがとう。これ、はい、これリラックマの足。乾杯。お酌じゃなくて飲むっていう。ありがとう1000回リラックマ。ハイドさん、お疲れ、ありがとう。キンニャンさん、いらっしゃい。お、ローマジェッキーさん、あれはね、愛媛の公園だね。カードの写真すごいよね、切り株があったんですよ。あ、ロッピーさん、今日はね、つなげる時間がなく BGM はなしです。もともとつなげてない。今日はシルファさん、アイラブレタ、ありがとう。釣りはいつ頃からやってた？高校生かな、高校生の時からだね、始めた。やっぱね、愛媛って海が多くて、で私の母校ね、海が近かった。だからね、結構釣り好きな人多かったよね、高校生の時で。すでにクラスのみんながさ、釣りブームが来てた。三津っていうね、海が近かったんですよ、三津浜が。底辺さん、フロありがとう。あー、グロリア、来た、わかりそうな気がする。それリクエストもらってたんだよね、そういえば。マーさん、いらっしゃい。シムさん、アイラブレタ、ありがとう。ユージさん、いらっしゃい。ブリーブさん、ありがとう。リップアントワヌさんも、ありがとう。バンクバーさん、おかえり。会員者の裏の QR コード読み取ったら、あ、ホームページ飛んだ。え、そうなんだ。それ飛んだことなかったな。 CPU ひなほのポンも可愛い声でしたって。お、泣いてた私。虹色さん、ポテチさん、赤花さん、海道線さん、ありがとう。のり、ありがとう。ラブレタ、あおちゃんの声読めてたかな。ティータイムおくま、ありがとう。あおちゃん、明日から出張、どこ行くの？バンクバーさん、あおちゃん、キュンです、ありがとう。キュンです。のり、パラ、ありがとう。デミキンさん、いらっしゃい。春コールかと思った。太郎くん、ありがとう。リップ、ポテチ、ポテチない、ポテチないけど、あ、食べっこ、カバンの中でさ、あ、食べっこ動物ならある。食べっこ動物とコーラと合うのかな。カンの背中さん、ありがとう。ひでゆきさん、バラ、ありがとう。コーラで鶏肉を炊くと美味しい、名付けてコケコーラ。え、本当に言ってる？本当に美味しいの？トラガンバさん、いらっしゃい。ひでゆきさん、新しいラブレター、ありがとう。本当よね、メジャーな飲み物逆に飲まんからね、このルームで。美味しい。オレンジさん、ありがとう。ウォーズマンっていうの？これ見たことないかも。アベンジャーズとかのやつかな。ひでゆきさん、お疲れ、ありがとう。ジジイ、ありがとう。私はあなたには。ドナルドさん、ありがとう。ビクポワさん、かわいい、ありがとう。あおちゃん、ありがとう。トラガンバさん、
ありがとリップ、お、お水かい。浩平さん、お水ですか。小学校のプールの授業の時に、コーラ干しっていうものそれ。溶かしたって、何それ。初めて聞いたんだけど。え、ブラッチおめでとう。ロンロン復帰したの。やろうやろう。本当ですか。ノブさん、ターコイズちゃん、ありがとう。シムさん、ありがとう、ラブレター。アシシマルさんも、アイ、ラブレターありがとう。アマトーさん、アイス、ありがとう、アイス。シムさん、ありがとう、チュー。おお、いっぱいくれてる。いっぱい唇、ありがとう。おお、ナノハさん、雑談型か質問型か悩んでるよって言ってる。どれぐらいお話できるのか、明日は。ワンガンさん、太鼓の奥間、ありがとう。今日も太鼓の奥間。ヤス兄ちゃん、ティンさん、いらっしゃい。おやじコーチさん、おやじコーチさん、こんばんは。また痩せたねって。いや、これ以上はもう痩せんかも、もしかしたら。ちゃんと食べてるよ。よしぼうさん、いらっしゃい。ネット M リーグ、あ、そうです、今日告知できましたが、今週末のネット M リーグ出演させてもらえることになりました。多分もうオフシーズンになるのかな。前ね、あの最終試合の後放送してたもんね、パイレーツの皆さんがこう出られてる回。そうなのよ、オフシーズン入って最初の回です。あおちゃん届いてたか、よかった。会員証、テストさん、フル、ありがとう。あ、初、明日楽しみです。ありがとう、スペースメイク初だって。お、藤本さん届いてた、よかった、ありがとう。書いたよ、藤本さん。シャラクさん、いらっしゃい。くもたかさん、ありがとう。チュニャッハローってなんだっけ、浩平さん。ニャッハローってなんだっけな、ニャンパスじゃなくてなんだっけな。麻雀ファイトクラブ SP 対戦できなくて残念。中葉さん、お、昨日かな、 SP は確か昨日やってたよね。そうなのよ。え、ちょっと待って、土日もね、できるだけ入るから、ね、明日もね、エクストリームか SP かどっちかは入る予定なのよ。ちょっと時間を見つけて。明日はだからスペースメイク前とかなるかな、夕方、お昼、もしかしたらお昼夕方ぐらいにやってるかも、日曜日も。じゃまた告知します。白夜さん、いらっしゃい。ひでゆきさん、かわいい。ねこぷ、かわいい、ありがとう。くにじゅんさん、お疲れ様。お、どうしようかな、ようちゃん。今急いだ iPhone のストレージ容量整理してる。いっぱいいっぱいってこと？猫ぶ。神かわい、ありがとう、やすけさん。勝ち盛り、そう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 、ありがとう。これ後ろすごいよね、みゆくさんがね、こう後で見せてもらったんだけど、写真撮って。あ、そうそうそう、虹色さん公開収録の時です、勝ち盛り部屋。大志くん、いらっしゃい。甲子園名物勝ち割り氷に匹敵する我が国の文化。勝ち割り氷ってなんて、何、大志くん。へえ、勝ち盛りっていうのは韓国語でカササギの尾っていう意味なんだって。カササギの尾なんだ、これ。そういうこと。カササギ。カズアットマークさん、いらっしゃい。
おう、さとしさんお疲れ様。長いね。8時から21時まで働いたんだって。お疲れ様。お、横から出せる？あの会員証。はやてさん書きましたよ。はやてさんも書いた。ガッチョウさんいらっしゃい。ロッピーさん、お、おししかかたん。ありがとう、おししかかたん。てるさんありがとう。そう、ポテチさん、なかなかさ忙しいと湯船浸かる時間ないでしょ。それをさちょっと変えてみるのよ。へえ、そうなんだね。勝ち盛りっていう意味初めて知ったな。そう、さとしさん本当に肩こりね、すごい効くっていうのがもう入ってて分かる、湯船に浸かってて。そうなのよ。むくみとかもそうなんだけど、なんかここさ寝てる間にもさ力入ってたりするとことかあるじゃん。なんか食いしばったりとか、そういうのもさお風呂入るとすごい良くなるやんね。アントワネさんお風呂ありがとう。所用で松山出かけたのでついでに映画ミッシング。ミッシングってなんだ？松山来てたの？おー、ゆきさんも忙しい時はやっぱシャワーになるよね。まあ、でも全然ね、そのシャワーでもいいし、そう、お風呂は本当大事だよねっていうことだよね。ごえもんさん、アイラブレター、ありがとう。セントちゃんいらっしゃい。ねえ、マサさん子供の時のね動画が残ってる、すごいことだよねこれ。そうなのよ。お、てるさん久しぶりに来てくれたな、ありがとう、嬉しい。あ、ラブレターもありがとうございます。てるさん、経社員さんいらっしゃい。むすっとしてたって。ドナルドさんお風呂ありがとう。たけのこ広場のひなほちゃんよしんか、ありがとう。ファンクラブサイトに載せる。その動画、いやー若いよ本当に。中学生かな、高校生かな。あ、何の大会やったかも忘れたんだけど、愛媛の民謡をさ歌ってて、なんかすごいガチでやってたんだなって。なんかずっとさガチでやってたんだけどね、その当時のね動画を見るとね、やっぱすごい練習してたんだなって分かった。そのめっちゃ前の動画だけど。オカムさんいらっしゃい、ありがとう。ノンノンさんいらっしゃい。リュウありがとう。唇ごめん、めっちゃ遅れてるわ。今日ゆっくり喋っちゃう。あー、ローマ獣師さんお帰りなさい、ありがとう。髪型そうなのよ。リュウありがとう。リップ今昔の iPhone で撮ったカメラとか動画がエモいみたい。あ、そうそうそう、フィルムカメラね。そうなのよ。あ、ローマジマスさん受け取ってくれた？書きました、書きました。赤いたぬきさん、結婚して。かわいい、ありがとう。くまたかさん、ありがとう。ちゆ。太郎くん、アイラブレター、ありがとう。ぎゅうさん、アップルシードさんいらっしゃい。なのはさん、お風呂、ありがとう。お、なになに、あんなこんなで楽しみにしておきます。楽しみにしてます。こちらこそ。
なおさんいらっしゃい。昔結婚式で民謡を歌う少女を参列した時見た気が。え、見た？どういうこと？見た？なおさん、おもろすぎて腹ちぎれたさん100キロありがとう。ごめん遅くなっちゃった、読むの。今日も麻雀ファイトクラブで振り込みマシーンと貸してました。助けて助けて、やめてドントマインド振り込みマシーン、そのね、ダメな時はね、そうよ、一回ね、ちょっとね、一回そんな長い時間じゃなくていいから、思考整理のこの時間がいるよねじゃないとずっとダメな時続くことない。アニラジさんいらっしゃい。鉄之助さんありがとう。あ、大住さん遅くなっちゃいました、ありがとうございます。食べっ子動物ならあるの言い方可愛かった、ほんまに。食べっ子動物の、しかもさ、これ事務所でもらったんだけど、このなんかね、普通のじゃないよね。全粒粉、全粒粉が入ってるのよ。何全粒粉って、体にいいのかな。なるなりさん、はい、ラブレターありがとう。ヤマさんお疲れ、ありがとう。カイタン結婚してありがとう。ヤマさんラブレタチュー、ありがとう。ポブマスターさんウインクしてありがとう。カポさんいらっしゃい。ハラメタロンありがとう。チュー、カリタンラブレタありがとう。ネコプーアイアイラブレタありがとう。コーラは唐揚げ、え、本当に唐揚げコーラであげるってこと。ジョーロさんいらっしゃい。お、カポさんラブレターありがとう。コーラ干しは泳がない休憩時間に体を太陽光で温める行為のこと初めて知ったんやけど、え、プールとかの時に、え、その干されるように、あの太陽光を浴びるってこと。え、想像できぬのだが。バンクーバーさんありがとう、ラブレタ松見さん、熱湯が熱湯だと思ってました。 M リーグよくごじっちゃいます、それ。カノーさん100キラだるまありがとう。コテ例のもの、あ、届いてた、よかったよかった。お、スイカさん今日はね、お水はしっかり飲んでおりましたよ、ちゃんと。のり回復ポーションありがとう。友のちさんいらっしゃい。ひなほちゃん、麻雀の世界ではひなぽんなのって。いや、ううん、ひなぽんなのはネット M リーグの番組のプロデューサーさんとか、そのネット M リーグの方々だけかももしかしたらひなぽんって呼ばれてるのは、意外とその麻雀界ではまた違う名前で呼ばれることが多いかな、普通にこう名前で。今デッチさん届いてた？よかった。ポテチさんニャンパス懐かしいよね。レンゲちゃんめっちゃ好きだった。シバさんいらっしゃい。眠いぞさんありがとう。シナモンさんありがとう。パジャマです今日は。ありがとう。横の髪の流れを今日はね、そう作ってくださいました。しんちゃんさん、スランプくんありがとう。やっくんありがとう。乾杯。紅茶ありがとう、たくさんいただいてる。やっくんキラリンコありがとう。お、なのはさん愛ラブレター。やっくんラブレターありがとう。たったさんいらっしゃい。お、まささんいらっしゃい。お供は、あー飲んでる、昨日飲んだやつ美味しくないそれ。あきえもんさん愛ラブレター。
リュウフルありがとう。きっと明日に会員証届くのでスペースメイクの時に、おお、かざしてください。見たい見たい。リュウユウキさんありがとう。ラブレター。スランプくんもありがとう。100キロありがとうね、スランプくん。ナノマさん、キュンありがとう。キュンキュンです。ヨコポンさんいらっしゃい。アメリカンナイト池持ちさんありがとう。今フォローしてくれた池持ちさん。嬉しい。じいさんありがとう。チュン、あ、スランプくん届いた。よかったよかった。書かせていただきました。しんちゃん100キロありがとう。しんごさんいらっしゃい。お、ヨコポンさんたくさんありがとうね。サンマーとは役が高いんですかって。うん、役が高いというか高くはないんやけど、ハイの種類が1個減るから作りやすいかな、上がりやすい。そうなんですよ。ヨコポンさんかわいい、ありがとう。ひでゆきさん、フルーありがとう。久々にファーファー。言葉はいろんな意味を重ねて。はい、ありがとう。イタネルズさん、はい、さーい、ありがとう。明日は木梨の回放送と同じ6時出勤？早いね。ファイト、タネルズさん。早いな、明日。ストンコさん、ひらがなカズさん、ありがとう。ヨコポンさん、ラブレターありがとう。ハラメタルフルー、ありがとう。届いた。ハラメタル書きましたよ。そうでしょ？モシュさん、愛ありがとう。愛ラブレター。あ、石原さとみさんのやつだ。うわー、それあれだ、あのお母さん役のやつですよね、石原さとみさんが。あの、そう、それさ、すっごい気になってて、見るかどうかすごい悩んでる映画の一つでね、あのミッシングっていうやつ。あの噂によればさ、そうなのよ、すごい。あ、でもそっか、ネタバレになっちゃうのこれ言ったら。そうなんだ、からすごい悩んでたの、見るの。ミッシング見た人いる？あん、ん？ストンコさん100キロありがとう。100メートル走さんいらっしゃい。バンクバさんありがとう、ありがとう。鉄之助さんパジャマよ、今日はさっき着替えた。民謡は文化祭で披露したの。文化祭、あ、うん、披露したね。中学3年生の時に劇でね披露したことが、劇での中で歌いましょうって、あの音楽の先生がね、ちょっとなんか無理くりこう台本に民謡歌うみたいなの入れてくれて、入れられててそうなのなんかすごい急に歌う時が多いんだけど、民謡もさあ歌いましょうってなって歌うんじゃなくて、結構なんか普通のこうさ、なんだろう、普通の女の子の役で急に歌いだしたから、そうなの、緊張したわあれ。バンクーバーさんフルありがとう。スマイルクエスト、君の笑顔が好きだよ。おりも、ミッシング近所でロケしてたんだって。どこでロケだ、あんまりあれか、言わない方がいいのかな。ピルクル、アキエモンさんフルありがとう。コップの底の肉球、あ、かわいいよねこれ、今思った、これ肉球。スマイルペーストすごい。テントウムシの背中に乗って
回り始める景色。はい、ヨコポンさんフルありがとう。今週の神散歩を配信で視聴、甘酒のアイス気になる。あ、その回か。そうそう、めちゃくちゃ美味しそうですよね、ヨコポンさんね。頭が良くなるアイス。え、ネコポまた来てくれるの？嬉しい。六本木終わりでそのまま向かうわ。だってストレージに、あ、そういうことね。ストレージねえ、ブラッチ、そう、新しいカードなんか毎年レベルで発行したいんだけどな。私といたしましては。ユージさんありがとう。チュー大工さんありがとう。あー、すごい、こんな時間だったんだけど。 260SG100 キラありがとう。告知は、明日皆さんに会えるぞ。あのオンライントークでスペースメイク予約してくださってる方はぜひお待ちしてます。忘れずにね。明日夜ですね、夜。そして明後日もあの出演情報が今日告知されましたが、今週末のネット M リーグにも出演させていただきます。嬉しい。はい、なのであのぜひリアルタイムで見てくれたら嬉しいです。アベマ TV、 テレビ朝日ね。あとは竹山 3.5 のラストライブの東京愛媛の、ファンクラブ選考が、25日までだったかな、締め切りが迫っております。こちらもあのそうな、まだ受付中ですのでね、ぜひ会いに来てくれたら嬉しいです。結果もね、もうちょっとで出ますかね、締め切ったら。28日かな。おかきさん、バラ小判ありがとう。あ、ラブレターありがとう。おかきさん、虹色さん、かわいいありがとう。ローマ島須さん、ありがとう。ちゅう月の人さん、いらっしゃい、ありがとう。小麦を外皮ごと引いたやつ。あ、へえ。え、なんかすごそうだね、それ。全粒粉？そうなの、パパ。ワンガンさん、フル。ありがとう。パンクロック。アナーキー・イン・ザ・電車、ヘッドホンのボリューム。少しだけ。ありがとう。下の内春馬さん、ありがとうございます。初めましてですかね。岩沢さん、ちゅう、りゅう、アイラブレター、ありがとう。フレアさん、いらっしゃい。ローマジヨシさん、100キラありがとう。ファイトクラブ、5段から3段に落ちてもうて、私も助けてやって。ああ、でもまだ3段だからいける。5段から3段やろ、すごいな。5段行ってたんだね。普通の小麦粉では捨てられてしまうところをもうすべて、あ、ところのことを言ってるってことかな。すべて含まれてるよってことか。え、めっちゃ味気になってきた。1個食べようかな。チョコタンさん、お疲れ様。マサさん、お疲れ、ありがとう。今日もじわじわアバター増えてるじわるね、それは。ポブマスターさん、アイスじゃん、ありがとう。なんか太古のアイス。マサさん、ありがとう。ラブレタわーい。オカムさん、似合う、ありがとう。ドナルドさん、ラブレタありがとう。お、下の内さんもありがとうです。ヨコポンさん、そう、須田さんもね、ひなぽんって呼んでくださってますね。あ、そうなの、ヨコポンさんもひなぽんか。そうかそうか。菜の葉さん、フロー、ありがとう。明日のスペメイは、おひなが驚くネタが待ってます。何？え、何？気になるわ。お、
待ってます、いつものスタジオからビクポーさん届いてた、よかった、会員者よかったよかった。マサさん100キラありがとう。よしんこと、え、また増えてきたの画伯アバター。カモシカさんいらっしゃいです、ありがとう。おお、下野内さん配信者さんでした。コメントを増やすためにアドバイスあったら欲しいです。コメントのゆっくり読むことですかね私何せゆっくり読むすぎて今日めちゃくちゃ遅れてしまっていてですね、下野内さん、ゆっくりこう広げていく感じで、今日の場合はそれじゃいかんないけどね、本当はポンポコ読んでいかなければならないんですけど、ゆっくりね、コメント来てない時でもね、ゆっくりお話ししてたらみんな答えてくれるさ。マサさんフルありがとう。人間っていいな。僕らが見ていた運動、高元気大当初。はい、チョコタンさんありがとう、コウヘイさんありがとう、すごいウレレレピーです。孫悟空さん、たくまさんいらっしゃい、孫悟空さんありがとう、チュー。ジェリー26さんありがとう。サンマーって漫画羽漫画多い、そうだね、なかなか、うん、そうだね、確かに。ハートのヨシさん、ローマ字ヨシさん、アイラブありがとう、ラブレターありがとう。そのパジャマ良きです、嬉しい。サマで必死にチーしようとしてたできぬのよチーはね、そうよ、できたらいいのにね。わあ、おばば、そう、石原さとみさんの演技めっちゃすごいよね。TikTok でさ、ミッシングの公式さんがそのオフショットとかその撮影してるとことか載せてる、あ、違う、映画の一部か、一部を載せてる。それちょっとだ、20-30秒よ、見ただけでもめちゃくちゃすごくて、石原さとみさんとか、夫役の方もすごくてめっちゃ気になってる、本当に。お、 CAO さん、テンスラやってるよね今。日向と、ああもうそんなとこまでいたの、決戦してた。ヤスさんありがとう、バッティーズさんいらっしゃい、ヤスプッチンさんありがとう、ノリ告知ありがとう、たくさんありがとう。毎年発行の気持ち、そうやね、うん、書くの楽しかったよみんなの。そうなんですか、石原さとみさんが妊娠出産前に来たお仕事だったんだって。すごいね。でなんかもともとその監督さんの映画にずっと出たかったって、石原さとみさんが、その今回の監督さんっていうのはすごい聞いてたけど、何かで聞いてた。大工さんラブレターありがとう、デコズキさんありがとう、リップ、ブラッチもありがとう、リップ、マー君、ドラミちゃん、沼さん、認定員さんいらっしゃい、マミちゃんラブレターありがとう、ナヘイさんいらっしゃい、キララインさんありがとう、おう、わたしんさんありがとうね、たくさん。画伯の個展、え、ちょっと想像しちゃったじゃん、画伯の個展。MM さんありがとうポンポコそう、私の最近の口癖さ、ポンポコなのよね。なんかポンポコポンポコ行かなきゃいけないんだけどとか、
ポンポコせんとねとかって言っちゃうんだよね。のりたまさんいらっしゃいです。あ、ハートのりさん届きましたか。よかった、ありがとうございます。会員証。ピューさん、あ、ビューさんおやすみなさい。ポブマスターさんラブレターありがとうございます。ひらがなのカズさんありがとう。米読みの早いひなほちゃんなんか嫌え、そうなの。野良犬さんいらっしゃい。学生の時ラブレターないない。コーフィーさんもらったことないよ。ストリートくんありがとう。あ、ユッキーさん着てるよこれ、めっちゃ着心地いい本当に。ギギさんいらっしゃい、ありがとう。アシカガの羽さん本気でいらっしゃい。同卓したら LLYAS さんかな、いらっしゃい。岩ちゃんさんこんばんは、ありがとう。画伯のアバターが壇上、あ、ほんとだ、あ、開始より多くなってる画伯アバター。フーガネットさんいらっしゃい。ねえ白穂さん、見えたやつはね、ちょっとギフトもなるべく読ませてもらっております。そうなんだ、 A スタジオで言われてたんだ、石原さとみさん。ほうほうほう、そうなんですね。あ、あれ弟役なんですか。弟役の俳優さんずっとあの出てたの。口癖って誰かから映らないって、映る映る。あ、だポンポコは私かな、ずっと武田ポンポコさん。ストリートくんありがとう。ちゅスージーさんいらっしゃい。今日のお供鉄之助さん、今日はどうしてもコーラが飲みたくてコーラ買ってきたよ。今日のお供です。やばい、前髪がシースルーすぎる7分 OK、 やばい、過ぎ過ぎた。よし、じゃあランキングにしていこうかな。あお、よし、ありがとね。13位、大文字のテストさん、ありがとうございます。テストさん夜遅くにありがとう。12位ピルクル、ありがとうピルクル、遅くまでありがとうでした。そして11位、ひでゆきさんじゃん、ありがとうひでゆきさん、すごい今日もありがとう。10位、のりのり、ありがとうございます、いっぱいありがとうね。そして、9位、やっくん、ありがとうやっくん、わーい夜遅くまでありがとう。8位ブラッチー、ありがとうブラッチー、誕生です、本日もありがとう。ラッキーセブン、お、ナノアさんありがとう、夜遅くに、今日はいい日になるぞい、ラッキーセブンすごい、ありがとう。そして6位、アオちゃん、アオちゃんありがとうございます、たくさんいただきありがとう、おやすみ。5位、ワンガンボーイさん、ありがとう、今日もワンガンさんたくさんありがとうです、ありがとうな。そして4位、ロッピーさん、ありがとうロッピーさん、今日も今日とってありがとうございます、たくさんよ。そして3位、プルルルルアボン、ポブマスターさん3位だよ、ありがとうございます。画伯アバター多すぎておもろい、ありがとうねポブマスターさん。そして2位、あばん、ワンダーマークさん、ありがとうワンダーさん、ふわーありがとう、2位、たくさんありがとうですよ。そして今日の第1位、あばん、
シムさん、ありがとう。すごい、シムさん1位です。嬉しい、1位ありがとう。たくさん夜遅くにありがとう。ということで、あらすごいわね、4340盛り上げ。今日はパンダ盛り上げ、パンダ盛り上げありがとう、たくさん盛り上げてくださりありがとうございます。毎日いつもは夜の10時半ぐらいから毎日やっておりますので、ぜひルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです。今日もありがとう。どうしようかな。じゃあちょっと今日の一日の締めに、締めにちょっとある、ちゃんと ありました。一日の締めに、締め曲を歌って終わろうかな。じゃあちょっとリクエストお待ちしております。リクエストタイム、やーい、あ、スタート。ちょっと私その間にこの全粒粉気になってたから食べてみよう。全粒粉、想像と全然違う匂いがする。なんか抹茶みたいな、なんか藁のような匂いがする。こちら、パロット、これこっちから読むので合ってるのかな。パロット、かわいい、いただきます。うん、うん、うん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 、おいしい。あ、食べるとめちゃくちゃ食べっ子動物だ。あのいつもの香りがすごいんだ、これ香りすごい、これ香ばしい、なんかいつもの食べっ子より香ばしいって感じ。ん？あ、コーラが鳴ってるのか、なんかシュワシュワ聞こえてた。何、チョコタンさんギフトを送ってくださろうとしてくれてたのか。どうやって送るんだ、私もわからんそうなの。空色デイズ366日、おー、天使に触れたよ、いいよね。ムーンライト伝説、終わり始まりいいな、終わり始まりいいね、可愛くてごめん、コネクトいいね、なんで可愛くてごめん、ウォーウォートゥナイトいいね、ウォーウォートゥナイト、可愛くてごめんいっぱいじゃん。ピータンさんありがとう。美しく生きろいいよね。晴れ、春、おいしいよ。 P.S かな、イクタリラさんの曲だ。ももさんいらっしゃい。いや、なんかザラつきはそんなに一緒かな、普通のやつと。ヨロさんいらっしゃい。あ、オウムか、パロットオウムだった。まばたき、むらちんありがとう。ドナルドさん、ファンサね、ファンサ、乃木坂さんの曲、うまぴょい。うわ、どうしようかな、めっちゃ悩むな。よいしょ、じゃあ今日はちょっとおすそ分けソングいこうかな、夜遅いけど。